そういうのもあってあれだろうね、韓国はその技術開発を急がざるを得んっていう状況もあるだろうね。パスフレーズを一からはまあ説明しんけど、セットしてないとなんと秘密鍵を抜き出せるんだって、トレザーウォレットから。はい、まずはものすごいショックな出来事。2018年買ってよかった銃っていうのを結構会心で1時間ぐらいかけて撮ったつもりなんですけど、このマイクの電源を入れずに撮ってしまったという悲しい後の中、2018年12月25日をピックアップしたニュースを紹介。もうね、この雪の寒さ以上に本当にもう心が溶けそうです。本当にもうあれはもう一回撮りません。そのままもう音声上げたりして無理くりで出しちゃいます。悲しいよ。はい、気を取り直して、まずはピックアップしたニュースからは、仮想通貨取引所のフォビがデリバリティブで EOS をサポートしていますよって。まあサクッとした内容は、20倍のレバレッジの価格制限、さらに EOS のデリバティブ取引手数料、メーカーが 0.02%、 テイカーが 0.03%。 まあフォビだけじゃなくて OKX なんかもデリバティブ商品なんかリリースしとって、うん、まあ金融商品だけ、うん、だけどなんか本当に仮想通貨関連のそんなのもどん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 増えていくでしょうね。もうショックで、なんか何も、もう気が回んねえやという感じで動揺しております。はいはい、そんな感じで次、まあ韓国仮想通貨取引所アップビドが PL のメインネットワークサポートによって入出金サポート停止しますよ。まあこれは単純な告知情報で、多分こんなコイン持っとる人ほとんどいないと思うし、まあ一応、うん、本日はニュースも少ないし、こんなのもピックアップしました。まあ各取引所のこうやってなんか案内なんかをフェデリーなんかにぶち込むと、こんなのもニュースとして流れてくるので、うん、いち早く察知できますよ。はい、そんな感じで悲しいまま。次、北京の海淀地区にある公園はパラソル型の傘にソーラーパネル埋め込んで、なんと電子機器充電できますよって。これがね、なかなかオフグリッド好きには面白くてね。これソーラーパネルがさらに1枚目のなんか公園の舗装になんかに設置されとって、これはすごいのが、ソーラーパネルの熱なんかで氷や雪を溶かす可能性があるって、もうパないよね。さらに言うと、これ防水で最大2トンまで支える、重量を支えれますよって。まあ G パーク、テクノロジーパークなんかと呼ばれて、来年オープン予定だそうで、さらに面白いのが、運動してから発電もできて、訪れた人が要は床のパネルなんか踏むと、圧力でなんか電気が発生するんだって。すごいよねこれ。人を管理する街路灯なんかも、うん、設置予定だそうで、これはすごいね。傘にあれだね、パラソルみたいな傘にあれだもんね、このソーラーパネルが。これはあれだね、すごい魅力引かれたね。うん、いやいや本当に中国はパないよねという感じで。はい、次、時価総額でいうとどんなもんかな、30位前後ぐらいだったじゃないかな、ちょっと、うん、うろ覚えですいませんけど、カイバーネットワークとダオノミックでいいんかな、うん、これが統合しましたよ。要はカイバーネットワークって取引所みたいなコインだから、統合しちゃうとここで要は取引できるという、このダオノミック建ての取引が。まあ 0x やバンコールなんかも似たようなことやっとる、この分散型取引所的コインっていう独自のプロトコルなんか利用して、まあ、違うコインの違うコインを交換できるような、うん、プロジェクトやっとるとこで、カイバーは素直に、うん、注目しますねこれ、うん、ブログなんかも読んどるし、幅広い言語で書かれてるから日本語のもあるし、うん、まあまあ技術情報を追うという意味では、うん、登録してみてもいいかなって。はい、そんな感じで次、なかなかこれがアンニュイなニュースで、韓国に住んでいる北朝鮮の要は脱北者の個人情報をハックしましたよって。まあハッカーの身元は当然不明、今のところは。まあ記事内なんかの憶測では、韓国なんかはまあ北朝鮮のハックグループじゃないかなっていう。そりゃそうだよね、この韓国で結局ハックが多いっていうのは、まああれだね、北朝鮮のラザルスがあるし、最近なんかはもうこれ、今までだとその金融分野にも手出さんかったけど、銀行や取引所、仮想通貨なんかのそこら辺、さらに言うと政府の方にもそのハック攻撃の目を向けとるから、だから韓国内でいわゆるハックが多いって言われとるわね。まあある程度この国絡みなんじゃないかって。実際にそうだもんね、仮想通貨取引所見ても多いし、銀行関連でもそうだよ。うん、そう、まあ出てきたらできるだけ言及するつもりだけど、今年見たニュースの中でも多数あるもんね、銀行関連、それセキュリティ関連でも。そういうのもあってあれだろうね、韓国はその技術開発を急がざるを得んっていう状況もあるだろうね。要は負けるもんね、技術武装しないと。
ハックされるから、うん、そういう影響が多分あるんじゃないかなと。まあ一応ハック情報も何ハック専門のサイトとかまあ登録して、うん、見てます。はいはい。まああれだよね、これ盗まれたってことはすごいその人たちすごい危険だよね。まあ BBC はそれを、うん、心配しとるって言っとるけど、はいはい、そんな感じで次。まあまあまあ、だからこれも年末で、うん、きな臭いニュースということで、まあエジプトのカイロ近郊でピラミッド近く走行した観光バスが爆発して、うん、観光客やツアーガイドが亡くなりましたよ。まあ、これは何を狙ったのか、本当無差別でその中に重要な人がおったのか何なのか分からんけど、これされたらもう逃げようがないよね本当に。実際にこのエジプトの観光なんかは、うん、まあこういうテロチックな行動で、うん、回復にかなり苦労しとるっていう。まあ日が経つにつれなんか何を狙ったのかっていうのが、うん、少しずつ明らかになってくると思いますけど、まあ気の臭いニュースは本当に嫌だよねという感じで、次こうしとかなかんな。まあこれ1日前の木曜日のニュースなんだけど取り上げました。というのは、まあ、中国で人気なパン屋さんウェドモがアリペイ使った顔認識決済サービスを開始しましたよ。これも当然素晴らしいのが、まあ、サービス利用するには利用したいユーザーは SMS を利用して、うん、身元認証する必要あるんですよ。まあ、認証プロセスが10秒ぐらいかな。それですごいのがね、その認証プロセスの中で、まあ、危険っていうの、要はその利用しとるユーザーを検出すると電話で ID 確認するんですよ。素晴らしくないですかこれって。でアリババはまあレストランなんかと提携して顔認証支払いサービスの今回が初めてじゃなくて、タイのスーパーマーケット広州なんかでも利用されとって、まあこれ中国だけでなくどん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 アリペイの進出っていうのは、うん、顔認識決済、単純な顔認識決済だけじゃないもんね。そこまでその個人を把握するっていうの危険なのかどうかっていうと、逆に言うとあれだよね、こんだけどんどん拡大していくとアリペイで顔認識決済が利用できんと入国できんとかいうあれだよね、レベルぐらいまで本当にセキュリティ度が高まってくるだね。そう、中国のあれだもんね、始皇帝アリババがやったんだで、うん、まあまあこんな技術チックな、うん、話が好きなので取り上げました。はい、次。これも1日前なんですけど2日前か、うん、取り上げました。っていうのはウォレットフェールっていうプロジェクトで、まあ、仮想通貨のハードウェアウォレット、うん、画面に見える通りトレザーやレジャーなんかの、うん、脆弱性をつきましたよっていう内容は、要はパスフレーズを パスフレーズを一からはまあ説明しんけど、セットしてないとなんと秘密鍵を抜き出せるんだって、トレザーウォレットから。でさらに、まあ、レジャーナノ S で遠隔操作で取引できましたよって。これに対してまあレジャーは反論してるんだけどね。さらにもう一つレジャー関連で、レジャーブルの暗証番号を電波使って受け取れましたよって。これもまあレジャーからはまあ反論はあるけど、このやっぱりあれだよね、トレザー版からパスフレーズ設定シーンと秘密鍵抜き出せて、まあ仮想通貨にとってハードウェアウォレット買う人って多分パスフレーズ設定しない人はまずいないと思うから、いい一方怖いよなって思って。いや一応トレザー持っとるし、そこまでね、セキュリティ管理方法は喋ると自分の首絞めることなんて言わない一方、一応これトレザー1のから秘密鍵を抜き出せたっていうのは、まあ、来月ぐらいかな、終わりぐらいなんかな、解決するってツイートするって言っとるから、解決するってことは問題ってことだもんね。脆弱性以上のあれだもんね本当に。なかなか、うん、ショッキングというか、うん、でかいニュースだよなと。はい、そんな感じで次。まあフィリピン付近でマグニチュード7強かね、地震がありましたよという、ありましたよと簡単に言うけど、まあ一応津波なんかの、うん、影響はないみたいですけど、本当にこの毎日災害なんかも1個はなんか上がるようなレベルで、規模がでかすぎるっていうかな、津波がなきゃいいっていうわけじゃないけどね、あの火山の噴火とも一緒で、本当やっぱ世界的に、うん、カオスだよなって、まあ自然災害のニュースでした。はい、次はオーラス。まあまあ見て分かる通りアリアナグランデがコンサートをキャンセルしましたよって。まあ健康上の問題って言っとる一方、まあ TMZ は気管支炎を起こしているんじゃないかっていう、うん、報道があるそうで、まあ大体歌手はあれだもんね、コンサート披露権っていうなるとそこら辺の問題を想像してしまうよね。うん、まあまあ別に普通に好きだし、うん、
こんなニュースも一応見ていますよということで、はい、そんな感じでタクッと本日はそんなにニュース量ないので終わりましたけど、やっぱこのハードウェアウォレットがなかなかあれだよなって、まあ、あとは世界的に地震災害が多い、地震じゃなくてなく自然災害が多い、もうここまで言うと自然なのか何なのか分からんけど、でまあ、カイバーネットワーク含めて一応ブロックチェーン技術は、うん、開発されていますよって、そこに中国の始皇帝アリババの顔認証決済も、うん、各国で、うん、進出していますよって、まあ、そんな感じ、自然災害であれだね、やっぱそこら辺が一番、うん、とあときな臭いニュースね、エジプトで爆破、まあ、エジプトだけじゃないけど、まあまあ最後になんかしんみりしてもあれなので、そんな感じで終わります。以上2018年12月29日のピックアップしたニュースまとめで、そんな感じで終わり。